えー、m m 大学一年ですファッションの世界に興味があり今大学で学んでいることが役に立つと思いません辞めるのは親に申し訳ないしとても悩んでいますえっと興味があるっていうのとそれを仕事にするのって全然違うことなんですけどあの今世界中のファッション業界の株価とか売り上げを見てくださいめちゃくちゃ大変ですよあのえっとバーニーズニューヨークだっけあれ見売りになって あれ違うのバーニーズみゆりなともっと前かなんか結構有名なとこが倒産したりしてますよねあれだっけセンチュリー21じゃなくてあのまあい,いやっていうか結構有名なところあのファッション業界潰れていてでファッション業界ってかなりきついんですよねあの結局ある程度そのまあめちゃめちゃハイブランドのところ LVMH とかは全然売り上げ高いんですけどでそうじゃないところっていうのが安かろう悪かろうを作っててフォーエバー21でしたはい で、安かろう悪かろうを作ってるところって、ザラに勝てないんですよ。要はその安かろう悪かろうの中で質が高くて、めちゃめちゃいっぱい商品を世界中に展開できるっていうザラっていう会社があって、スペインの。で、その、例えばじゃあオートクチュールとかで、そのの、ルイ・ヴィトンとかがなんかそれっぽいおしゃれなやつをそのランウェイに流した瞬間に、全く似たような感じで、その元々10万円のやつを5000円ぐらいで作っちゃったりするんですよ。 ザラはでそれを世界中にバーンって出すみたいなのをやっててでそのロジスティックスとかめちゃめちゃ考えてやってるんですけどなので普通の会社が一生懸命おしゃれなものを作ったとしてもそのザラの価格と企画力に勝てないんですよね。でそんな状況でもありながらザラが今結構きついんですよ。なので,あのほんでザラに勝てるそうな企業っていうのが今ユニクロではそのユニクロってそのおしゃれじゃないんですよ。 ベースラインであの、まあ、ユニクロかどうかもわからないような T シャツとか靴下とかシャツとかその要はあの生地とか縫製の質がいいよねなのでその表には着ないけど下に着てる分には、まあ、あのコスパがいいから買うよねっていうのでベースラインの,そ,の、まあ、そんなに安くないけど、まあ、そこそこいいよねっていうところをやってるので生活必需品のポジションなんですよ。 じゃあそれだったらユニクロ買っとくかっていうのでそのザラとかはおしゃれ系安いだったんですよ。でおしゃれ系安いがまあどんどん潰れてってでその生活支持人としての服のユニクロっていうのは逆に言うとユニクロぐらいそのバングラディッシュとかで1回100万着とか作って世界中にその売るみたいなことができないとそこまでの質とコストが維持できないんですよ。 なのでそのファッション業界ってそのあのルイ・ヴィトンだったりシャネルだったりの,その超ハイブランドっていうところかユニクロ以外は今ちょっと生き残れない気がするんですよね売り上げ的に。なのであのファッションが好きなのは分かるんですけどそれで食えるかどうかっていうのは全然別の話なんでまあユニクロに就職するならいいと思いますよ。